こんにちは。新州読書会の宮沢です。戦争対話の続きの解説をしていきます。第4部の第4編15章。岩波文庫版100、208ページです。えー、1813年の1月末、ピエールはモスクワに来ます、えー。で、残っていた屋敷の離れが残ってたんで、翌やウィングが残ってたんで、そこに住むようになりまして、 えー、その後はペテルブルグに行くつもりになってまして、まあ、生きてた人と、生き残った人、まあ、ラストプチン伯爵とか、何人かの知人と会います。で、お互いの近況報告をするんですけども、えー、モスクワについて3日目にドルペッコ池の人からですね、えー、マリアがモスクワにいるという話を聞きまして、えー、アンドレイが亡くなったのは知ってますから、 一応、弔問というか、マリアのところですね、えー、尋ねます。で、マリアのところに行く途中ですね、えー、ピエールは、アンドレのこと思い出します。これ209ページですね、後ろから6行目。えー、ピエールはアンドレのこと、彼と自分のとの友情のこと、さまざまな彼との出会い、特にボロジノでの最後の出会いを絶えず考えていた。一体あの人は、あの時のような憎しみの気持ちで死んだのだろうか、うん ボロジノで会ったときね、ピエールに対して憎しみの眼差しを向けたんですね。まああんなとこで戦場で会いたくなかったんですね。一体死ぬ前にあの人は人生の意義の解明が見えてこなかったんだろうか、ピエールは思った。彼はプラトン・カラタイフのことをその死を思い起こした。そして、無意識のうちにこの2人をまるで異なってると同時に、ピエールが2人のどちらに対しても愛情を抱いており、 2人のどちらもかつて生きていてどちらも死んでしまったという点においてそっくりの2人を比較し始めた。まあ、アンドレイはピエールにとってはプラトン・カラタヘフに並ぶ友人だったということですね。心の友だった。えー、でですね、マリアの家に行って、まあ、突然伺ったんで、訪問したんで会ってくれるかなと思ったんですけども、えー、目実が取り継いでくれて、 会ってくれることになりましてでマリアの自分の部屋ですね、えー、に来てくださいということで2階の室室に行くんですねで210ページの後ろ側2行目1本のロソクしか灯っていない天井の低い部屋にマリアは座っておりもう一人誰か一緒に黒い服を着て座っていたピエールはマリアのそばにいつもお話しあいてコンパニオン、まあ、ブリエンドですね がいたのを思い覚えていた。そのお話し相手が何者かどういう人間なのかピエールは知らなかったし覚えてもいなかった。あれはお話し相手の一人だな。彼は黒い服を着た女性を見て思った。マリアは素早く彼を迎えて立ち上がり手を差し伸べた。そうですわピエールがその手にキスをすると彼女は変わってしまったピエルの顔を見つめながら言った。こうして私たちを愛していますので兄は最後の時期によくあなたのことを話していました。彼女は目をピエールからお話し相手に移しながら言った。 その恥ずかしそうな様子が一瞬ピエールをハッとさした。私、あなたが助け出されたのを知ってとてもうれしゅうございました。それはだいぶ前から私たちが手にしたたった一つの嬉しい知らせでした。また、さっきよりもっと気がかりなようにマリアをお話し相手を振り返って何か言おうとしたが、ピエールがそれを遮った。ご想像がつきますが、僕はあの人のことを何も知らなかったのです、彼は言った。僕はあの人が戦死したものと思っていました。僕が知ったことは全部人捨てで。 またただったんです。僕が知ってるのはあの人がロストクー家の人たちと巡り合ったということだけです。運命ですね。ピエールは早口に熱を込めてしゃべった。彼は一度お話し相手の顔を見て自分に向けられている注意深く優しく好奇心に満ちた眼差しを見て取った。そして話の途中によくあるように彼はなぜかこの黒い服を着たお話し相手が自分とマリアとの打ち解けた会話の邪魔にならない感じのいい気立ての優しい素晴らしい人だという気がした。 しかし彼が最後にロストフケのことを言ったときマリアの顔に唐枠の色が一層強くなった。彼女はまたピエールから黒い服を着た夫人に目を走らせていった。おわかりになりませんの、本当に。ピエールはもう一度青白い痩せた黒い目と奇妙な口をしたお話し相手の顔を見た。何が身近なずっと前に忘れていた感じがいいというより、いいというより以上のものが、その注意を凝らした目の奥からピエールを見つめていた。 まあ、ブリーヌだと思ってたんですね。でもなんか感じのいい、眼差しでじーっと見てるんで、なんだろうと思ったんですね。で、続きです。いや、違う。そんなことはありえない。彼は思った。このいかつい痩せた青白い老けた顔が、これがあの人のわけがない。これはあの思い出に過ぎない。しかし、その時マリア言った。ナターシャです。すると、その顔がじっと見つめ、苦労し、骨を折って錆びついたドアが開くように微笑した。 そしてその開いたドアから不意にずっと前に忘れてしまっていた。特に今は何も考え,考えてもいなかった幸福の香りが漂ってピエールを包んだ。漂ってきて彼は全てを包み飲み尽くした。彼女が微笑んだ時もう疑いはあり得なかった。それはナターシャだった。そして彼はこの人を愛していたのだ。最初の瞬間にピエールは思わず彼女にもマリアにもそして何よりも自分自身に向かって自分自身の知らなかった秘密を知らせてしまった。 彼はうれしそうにまた悩ましく苦しそうに赤くなった彼は自分の動揺を隠そうとしたしかしそれを隠そうとすればするほどますますはっきりと疑うの余地のない言葉以上,のは以上にはっきりと彼は自分に向かってまた彼女にもマリアにも向かって自分が彼女を愛していることを語っていたのだナターシャブリーヌだと思ったらナターシャだったんですねでナターシャだと分かったとたんもう顔が見てみる間に真っ赤になってしまって マリアにも、ナターシャにも、自分にも、丸分かり、ナターシャのことが好きだっていうのはなってしまったということです。で、213ページの後ろから7行目。いや、これはただ思いがけもなかったから、思いもかけなかったからだ。ピエロは持った。しかし、途中で途切れたマリアとの会話を続けるとした途端に、彼はまたナターシャを見た。すると、一層激しい暮れないの色が、その顔を追った。そして、一層激しい喜びと恐怖の興奮が彼、彼の心を捉えた。 彼は言葉に詰まって話の途中で立ち往生してしまった。ピエールがナターシャに気づかなかったのは、ここで彼女に会えるとは全く予想もしてなかったからだが、その顔を見てもわからなかったのは、彼女に会わなくなってから、彼女の中に生じた変化があまりに大きかったからだった。彼女は痩せて青白くなっていた。だが、それが彼女を見違えるほど変えていたのではなかった。ピエールが入ってきた最初の瞬間、彼女の顔が見分けられなかったのは、 以前は目の中にいつでも秘められた性の喜びの微笑みが光っていたその顔に今彼が入ってきて初めて彼女を見た時微笑みの影さえもなかったからだったあったのはただ注意を凝らした気立てのいい優しく問いかけるような目だけだったピエールの同様はナターシャの同様となって維持はしなかったただ満足となってかすかに目につくほどに彼女の顔全体を明るくしただけだったということです まあ、アンドレが亡くなったことで、ナターシャもね、まあ、あの、今までは溢れんばかりの生命力が目に宿ってたんですけども、まあ、それが、影さえなかったんで、ピエールは気づかなかったんですね、ナターシャってね。まあ、ここでアウトも持ってなかった。で、第16章です。 この人、うちにお客に見えたんです。マリアが言った。白爵ご夫妻は、二三日中にいらっしゃいます。白鮭人は、おいたわしいありで。でも、このナターシャも、お医者様に見てもらわなければならなくて、無理やり私と一緒にモスクワに行かされたんですのよ。そう、悲しいことのない家庭があ,ありますかね。ピエールはナターシャに向かって行った。実はね、あれは僕が救出されたちょうどその日だったんです。僕はあの子を見ました。あの子ってペーチャですね。ペーチャの、な、痛い、意外を見てんですね。 あのだってあれなんでペーチャーが突撃した輸送隊にピエールが捕虜としていたわけですから本当に素晴らしい子だったな新たしいは彼を見つめていたそして彼の言葉に答えてただその目が少し大きく引き開き光を帯びただけだった慰めに何を言ったり考えたりできるでしょうピエルは言った何もありません何か何,何のために死ななければならなかったんでしょうあんな素晴らしい生命力にあふれた子が え今の時代は信仰なしに生きることは難しいでしょうね。マリアは言った。そう、そうです。それは確かに本当です。急いでピエールが口を挟んだ。どうしてですのナターシャがじっとピエールの目を見つめながら尋ねた。どうしてですって、マリアが言った。あの世で待ち受けているものを考えただけでも。ナターシャはマリアの言葉をしまいまで聞かずにまた尋ねかけるようにピエールを見た。それに、ピエルは続けた。 我々を支配している神がいると信じている人だけが白爵夫人のような、それにあなたのような痛手に耐えられるのです。ピエールは言った。ナターシャは何かを言おうとして口を開いたが急にやめてしまった。ピエールは急いで彼女から顔を背け、またマリアに向かって自分の親友の最後の日々のことを尋ねた。ピエールの動揺は今ではほとんど消えてしまった。しかしそれと同時に彼は自分の今までの自由がすっかり消えてしまったのを感じた。 彼は自分の言葉、行為の一つ一つに対して今では審判者が裁きがあり、それは自分にとって世界中のすべての人々の裁きより尊いのだと感じていた、えー。彼は今では話しながら言葉を発すると同時にその言葉がナターシャに与える印象を思い巡らしていた。彼はナターシャの気に入りそうなことをわざと言っていたわけではないが、何を言っても彼女の立場から自分自身に評価を下していた。まあ、今までは、 ナターシャもマリアももうアンドレのこと喋んなかったわけですね。避けてたんですね。あまあ、模擬服して、まあ、個人について言われると侮辱されたような気持ちになった。で、もう、アンドレのことは二人の間で全く喋れなかったのに、もうピエールがつけづけ、アンドレのこと喋り出しちゃったんで、ええー、まあ、初めて、なんていうんですか、アンドレの死に向かい合うことになったってことですね。 えーで、続きです。216ページの後ろから6行目。マリアはいつもの通り自分がアンドレを見た時の様子についてい,いやいや話し始めた。しかし、ピエールの質問と熱のこもった不安そうなそのま差なし、興奮に震えるその顔に動かされて、次第に脳裏にりび返らせるのを自分自身のために恐れていた。いくつもの細かい事柄,柄にまで入り込んだ。そうですか、そうですか。なるほど、なるほど。ピエールはマリアに追いかぶされるように全身を前にががめ、 むさぼるように彼女の話を聞きながら言うのだった。そうですか。そうですか。じゃあ、あの人は落ち着いたんですね。和らいだんですね。あの人は魂の力を振り絞って、ただ一つのものを探し求めていたんです。完全にいい人間になること。だから死を恐れるはずはなかったんです。あの人なが、の中にあった欠点は、もしあったとすればですが、あの人から生じたもんでありません。つまり、あの人は和らいだんですね。ピエールは言った。本当に幸せでした。あの人は、あなたに会えて。 彼は不意になターシャに向かって涙に溢れた目で彼女を見ながら行った。まあ、ピエールはアンドレの死を理解してるんですね。最後はアンドレは神の愛に気づいて亡くなっていったんですけども、まあ、それはプラットン・カラタエフと一緒にいた捕虜生活で、ピエールも感じたことですよね。もう日常の些細なことが大切、全てに神が宿ってるみたいな、えー、同じような気持ちになったんだってことで、えー、死を恐れてなかったって言ってね。 ビエルが言うわけですよ幸せだったんですね、あんたに会えてって。ナターシャ、まあ、こんなこと、赤の担任に言われたら腹立つでしょうけども。えー、で、続きです。ナターシャの顔はピクリと震えた。彼女は顔をしかめ、一瞬目を伏せた。ちょっと彼女はためらっていた言う。言おうか言うまいか。ええー、あえて幸せでした。彼女は胸にこもった小さな声で言った。私は間違いなく幸せでした。彼女はちょっと口をつぐんだ。あの人もあの人、あの人も言いました。 私があの人のところに行ったとき、僕はこれを願っていたって、あの、ナタハシの声は途切れた。彼女は赤くなり、手を膝の上で握りしめた。そして不意に一生懸命自分を励ました様子で頭を上げ、早口で言い始めた。モスクワから出て行ったとき、私たちは何も知りませんでした。私はあの人のことを尋ねる勇気がありませんでした。すると不意にソーニャーがあの人とが私たちと一緒にいると教えてくれたんです。私は何も考えずあの人がどんな容態なのか想像することもできませんでした。 私はただあの人に会わなければ、あの人のそばにいないではいられなかったんです。彼女は震え、あえぎながら行った。まあ、アンドレイの離れにね、夜中を押しかけて行ったんですね。みんな寝静まったんで、ね、伯爵夫人とソーニが寝た後ね。えー、そして口を差し挟ませずに彼女はまだ一度も誰にも話さなかったこと。旅行中とヤロスラブリで暮らした3週間のうちに自分が味わった全てのことを話した。ピエルは口を大きく開け、涙に溢れた目を彼女から離さずに聞いていた。 彼女の話を聞きながら、彼はアンドレのことも死のことも彼女が話していることも考えていなかった。聞きながら彼は今彼女が話しながら味わっている苦しみを考えて、彼女をかわいそうに思っているだけだった。えー、アンドレのこと喋ればやっぱその、なんていうんですかね、ずっと抑えていた悲しみがね、また、傷口が開いちゃうんで。えー、その、なんていうんですか、思い出しながら苦しんでるのをピエルはね、 いたわりながら見てたってことですね。マリアは涙をこらえようとして、顔をしかめたままナターシャの傍らに座って、自分の兄とナターシャの愛のあの最後の日々の話を初めて聞いていた。まあ、マリアも初めて聞いたんですね。アンドレが亡くなってからアンドレの話をこんな長々する。思い出しながら苦しみながら。えー、この苦しく、そして嬉しい話をナターシャはどうしてもせずにはおられいられないようだった。 彼女はごく取るに足りない小さなことを心の奥の秘密に絡ませながら話した。そしていつまでも終わることができないように見えた。安藤が彼女は同じことを繰り返した。ドアの外でお休みの挨拶に二孔連歌を入らせてもよろしいでしょうかと尋ねるデサールの声が聞こえた。さあ、これでおしまい、おしまいです、ナターシャ言った。二孔連歌が入ってくると彼女は素早く立ち上がり。 ほとんど走るようにドアの方へ行き、カーテンに覆われていたドアに頭をぶつけ、痛みとも悲しみともつかんないめき声を上げて部屋を飛び出した。まあ、ニコーレンカがね、ニコーレンカはアンドレイのとリーザーの間の子供ですけども、入ってきたんで、まあ、ナターシャが話を切り上げて <laughs>、出ていったんで、頭をドアにぶつけたんですね。で、うめいた。 えー、ピエールは彼女が出て行ったドアを見つめていた。そして、どういう、どうして自分が不意に世界中で一人ぼっちになってしまったのか分からなかった。マリアが部屋に入ってきた、おいにピエールの目を向けさせて、彼をその方針状態から蘇らせた。父にいた二号連下の顔は、今、ピエールが置かれているような心の感じやすくなった状態の時にはひどく答えた。彼は二号連下にキスすると、慌てて立ち上がりハンカチを出して窓の方に離れた。えー、まあ、窓際で、 まあ、ニコレンカにね、アンドレの面影を見て、涙が止まばなかったんですね、これ。彼はマリアには別れの挨拶をしようとした彼女は引き止めた。い,いえ、私とナターシャ二時過ぎまで寝ないことは時々ありますのよ。どうぞ少しいらしてくださいまし。夜食を差し上げるように言いつけますから、下にいらしてください。私たちもすぐ参ります。イエルが出てる前にマリアが彼に言った。あの人が兄さんのことをこんなに話したのは初めてですのよ。 ようやく久々にナターシャがアンドレイのことを思い出して喋ったってことですね。まあ、それは言ってみればもうアンドレが亡くなったことを受け入れて、えー、新たな生活に入っていくる段階になったってことですね。まあ、この新たな生活がここから始まっていくる。17章です。ピエールは上がりの灯った大きな食堂に案内された。数分後に足音がしてマリアとナターシャが部屋に入ってきた。 いかつい微笑みの消えた表情が今では再び顔に凝り固まっていたが、ナターシャは落ち着いていた。マリア、ナターシャ、ピエールは同じように真剣な心をさらげ出した話が済んだ後よくある決まりの悪さを感じていた。さっきの会話を続けるわけにいかない。つまらぬことを話すのは気が咎める。かといって黙っているのは不愉快だ。というのは話したい気持ちはあってこんな風に黙っているのはわざとらしい感じがするからだ。だ彼らは黙ったままテーブルに着いた。 ま、あもうちょっとね、あんまり込み入った心の奥底までさらけ出したから、みんな決まりが悪くなって話,話、会話が続かなくなっちゃったんですけども、しかしつまらないこと話しても不愉快なんで、また話を続けるんですね。えー、で、ウォッカの飲みますかって言われて。で、今度はね、ご自分のことを話して、お話しくださいまし、マ,シュマリアが言った。あなたのことを、 では本当にに信じられななないような奇跡が話題になって,ますものっつってえーで、で、あの、ピエールは自分のことを喋り出すんですね。で、まあ、財産を失ったことですね。話すんですけど、まあ、でも3倍豊かになったって、あと10になったっていうことを言いまして、222、えー、ページ、エレンの話になるんですね。222、えー、ページの8行目。 あの、あなたはモスクワに残っていらした時まだ奥様の亡くなったことをご存知なかったんですの。マリアはそう言ってすぐに赤くなった。ピエールが自分は自由になったと言った後でこんな質問をすれば、ピエールの言葉におそらく含まれなかった意味を付け加えてしまうことになるのに気づいたからまあ今自由になったっていう話をしたんですけど、奥さんが亡くなったのをその時知らなかったんですかって言ったら、まあ奥さんから自由になったって意味が出ちゃいますね。えー、でちょっと赤くなったのでね、パリはね。 で、知りませんでした。自由になったという自分の言葉に対するマリアの解釈を、不しなものとは認めていない様子でピエロは答えた。僕がそれを知ったのはオリオールでした。ご想像もつかないほど僕はショックを受けました。僕たちは模範的な夫婦ではありませんでした。彼は、ナターシャをチラリと見て、自分が妻のことをどう言うか興味を持っている様子をその顔に認めて早口に言った。なんで、ナターシャの顔をチラリと見たナターシャが好きだからですね。えー。 でも死んだことにはひどくショックを受けました。二人の人間が喧嘩している時には必ず両方に責任があるんです。そしてもういなくなってしまった人間に対しては自分の罪が急にひどく辛くもの、らいものになるんです。それにおまけにあんな死に方、友達もなく慰めもなく。まあ、エレンはオーバードーズで亡くなっちゃったんですね。えー、彼、僕はあの女がとてもかわい、とてもかわいそうです。彼女は言い終わり、ナターシャの顔その、ナターシャの顔にその通りですという嬉しそうな表情を認めて満足した。 そうですわこれであなたはまた独身で花婿候補マリアが言ったピエールは不意に赤くなり真っ赤になり長いことナターシャを見ないように努めていた彼女を見る決心がついた時ナターシャの顔は冷たく厳しく下げずんでるようにさえ彼に思えたそうです <laughs> まあこれでできればナターシャとは新たな生活を送りたいって希望が奥底にあるんですけどそんなことでもねアンドレが好きだったナターシャに 今言うのはね、失礼ですから。だけど、マリアは花婿候補ですね、って言うんですね。知ってか知らでか。えー、で、続きですね。ところで、あなたは本当にナポレオに会って話をなさったんでしょうか。まあ、ナポレオにピエールあったんじゃないかって噂があったんですね。えー、まあ、会ってないとそれは噂だっていうことで。でも、ナポレオンを殺すためにお残りになったのは本当なんでしょう。と私、座りとのところであなたにお会いしたとき、返答がつきました。 モスクワで最後にね、ナターシャに会ってるんですよね。その時はね、あの、バズデーフの、重木を連れて、まあ、ピストル持ってね、ナポレオン殺しにふらふら出てたんですね。えー、ビエールはそれは本当だと認めた。224ページ5行目ですね。えー、そしてその質問から次第にマリアの、特にナターシャの質問に誘導されて、自分の様々な事件の細かい話に引き込まれてしまった。 はじめ彼は今人々に特に自分自身に対して持っている霊笑するような穏やかな見方で話していた。しかしやがて自分の見た恐ろしいことや苦しいことが話に及ぶと彼は自分でも気づかず夢中になってしまい、階層の中で強い印象を感じてしまう人にありがちな興奮を抑えて話し出した。マリアは穏やかな微笑を浮かべてピエールを見たりナターシャを見たりしていた。彼女はこの話すべての中にピエールのとその善良さしか見なかった。 アターシャは片手の肘をつき、話につれて絶えず表情を変えながら、一瞬も目を離さず、ピエールを見守り、彼と一緒にその話していることを身に味わっている様子だった。彼女の目ばかりでなく、その簡単な声や、彼女が発する短い質問から、ピエールは自分の話していることのうちで、まさに自分が伝えたいと思っていることを彼女が理解しているのを知った。彼女はピエールが話していることばかりでなく、 彼が言葉で言い争うとして言い争わせないことまで理解しているのが分かった。彼が守ろうとしたために捕らえられてしまった子供と女のエピソードをピエールはこんなふうに話した。それは恐ろしい光景でした。子供たちは放置され火の中にいる者もいました。僕の目の前で子供が引きずり出されました。女が荷物をひったくられ、耳を引きむしられている。そこへ。 巡視隊が来まして、略奪などしていなかった者もみんな、男たちもみんな捕まえたんです。僕も。あなたはきっと全部話していらっしゃらないんでしょう。あなたはきっと何かなさったんでしょう。ナターシャはちょっと口をつぐんだ。いいことを。ピエールはその先を話し続けた。死刑の話をするとき、ピエールは恐ろしいことを細かく言うのを避けようとした。しかしナターシャは何一つ脱がさないように求めた。 ピエールはプラトンか・かラタイエフのことを話しかけ始めた。彼はもうテーブルから立ち上がって歩き回っており、ナターシャはその後を目で追っていた。が、やめてしまった。あなたたちじゃわからないでしょう。僕はこの字も読めない人間から、バカさんと言われるような人から何を学んだか。いいえ、いいえ、話してください。ナターシャは言った。その人はどこにいるんですのほとんど僕の目の前で殺されました。そしてピエールは自分たちの退却の最後の時期、プラトンの病気、彼の声は絶えず震えていた。その死を話し始めた。 ピエールは自分の数奇な体験を今まで一度も誰にも話したことのないような形で自分自身今まで一度も思い出したことがないような形で話していった彼は自分がけ体験したあらゆることに今新しい意味を見出したかのようだった今彼はこういうことを全てナターシャに話しながら滅多にない闘水を感じていたそれは女性が男の話を聞いている時に与えてくれるものだったそれは話を聞きながら自分の頭を豊かにするために そして何か時にそれを自分の言葉で話すために人の話を覚えようとしたり、あるいは人の話を自分流に作り変えて、自分のちっぽけな知性の営みの中でこし,しらえあげた気の利いた話を、なるべく早く人に伝えようと努める賢い女のものではない。それは女の男の発揮したものの中に、ある最も良いものを残らず選び出し、吸収する能力に恵まれた真の女性の与える闘水だった。これすごい文章ですね。プラトン・カラタイフのことを、 頭で理解しようとしてるわけじゃない。全て吸収して、それがいいものじゃないかと、えー、吸収しようとする能力がナターシャにあるってこと言ってるんですね。それが、ピエールに糖質を与えると。ナターシャは自分でもそれと知らずに、全身注意の塊だった。彼女はピエールのイチゴも心の震えも目つきも、顔の筋肉が引きつるのも身振りも逃さなかった。 彼女はまだ口にされていない言葉を宙で受け止めて大きく開いた自分の胸にまっすぐ持ち込み、ピエールの心の営みの秘められた意味を突き止めようとしていた。マリアは話を理解しピエールに共感したものの、今では自分の注意を伸び尽くしている別のものを目に留めていた。彼女はナターシャとピエールの間に愛と幸福が望めそうなことを見て取ったのだ。そして初めて彼女の心に浮かんだこの考えが彼女の心を喜びで満たした。 ナタいシャとピエールがね、もう心が通い合ってるのを見た。時マリアは嬉しくなっちゃったんですね。新しい愛と幸福がこの二人のあた間にあるんじゃないかと。えー、で、自分も嬉しくなっちゃったんですね。で、続きです。夜の三時だった9時たちが言うそうなイガツイ顔でろうそくを買いに来た。だが、誰もそれに気づかなかった。ピエールは自分の話を終わった。ナターシャはキラキラ光る生き生きとした目で、ひたすらじっとピエールを見続けていた。 まるで彼がまだ言いつかさなかったかもしれない残りのものを理解しようと願っているようだった。ピエルは恥ずかしくて幸せな戸惑いを感じて時折彼女を見ながら話を別の話題に移すために今どんなことを言えばいいか考え出そうとしていた。マリアは黙っていた。誰一人夜の3時でもう寝る時間だということなど頭に浮かばなかった。不幸だの苦労だのと言いますがピエルは言った。もしも今この瞬間にホルになる前のままでいたいか それとも初めからあれを全部もう一度やりたいかと言われたりとしますね。ぜひとももう一度捕虜と馬の肉をお願いしたいですよ。慣れた道から掘り出されたら何もかもおしまいだと僕たちは思う。ところがそういう時には新しい良いものが始まるだけなんです。生命がある間は幸福もあります。先にはたくさんのたくさんのものがあります。これはあなたに言っているんですよ。彼はあなたたに向かって言った。ええ、そうですわ。彼女は言ったが全然別のことを考えてた。 私は何一つ望みませんわ。ただ、何もかも初めからもう一度、あの体験ができさえすれば、ピエールはじっと彼女を見た。そう、それにもう何もありませんし、あの、ナターシャがダメをした。間違いです、間違いです、ピエールは叫んだ。僕が生きていて生きたいと思っているからといって、僕が悪いわけじゃない。あなたってそうです。急にナターシャは頭を手の上に伏せて泣き始めた。当社のナターシャ、マリアが言った。何でもない、何でもないのよ。彼女は涙をすかしてピエールに微笑みかけた。 やならもう寝なければ。ピエールは立ち上がって別れの挨拶をした。マリアとナターシャ、いつもの通り寝室で一緒になった。二人はピエールが語ったことについて話した。マリアはピエールについて自分の意見を言わなかった。ナターシャもやはりピエールのことを言わなかった。じゃあおやすみなさい、マリア。ナターシャが言った。ねえ、私、心配になることがよくあるの。私たちがあの方、各アンドレのことを話さずにいて、まるで自分たちの気持ちを汚すのを恐れているみたいに、 そうしてるうちに忘れてしまうんじゃないかと思って。マリアは大きなため息をつき、そのため息でナターシャの言葉が正しいことを認めたが、言葉では彼女に賛成しなかった。忘れることなんかできるかしら、彼女は言った。私、今日何もかも話して、とてもよかった。苦しくて辛くてよかった。とてもよかった、ナターシャは言った。私、あの人が、あの方を確かに好きだったと信じているの。だから、私、あの人に話したのよ。 あの人に話して構わなかった。不意に赤くなって彼女は訪れた。ビエルさんに、そりゃ構わないわ。あの人はとっても素晴らしい方ですもの。マリアは言った。ねえ、マリア、ナターシャ。マリアが長い間彼女の顔に見たことのなかった、いたずらっぽい微笑みを見浮かべて不意に言った。あの人なんだかツルツルにさっぱりした感じになったわね。お風呂から上がってみたい。わかる。精神的にお風呂から上がったのよ。でしょ。そうね、マリア言った。あの人たくさんのものを得たのね。 短いフロックコートも刈り上げたカビもそっくりね。お風呂上がりにそっくり。パッパがよく。私わかってるわ、あの人。過去アンドレーがピエルさんほど好きな人だ、好きだった人はいないってことがマリアが言った。そうね、それにあの人全然あの方と違う。全然違っていると男の人って仲がいいんですってね。きっとそれは本当よ。確かにあの人全然どこにもあの方に似てないでしょそうね、でもやっぱり素敵な人。じゃあおやすみなさいな、ナターシャは答えた。 そして、さっきと同じ、いたずらっぽい微笑みが、まるで自分の立場を忘れたように長いこと、彼女を顔に残っていた、ということです。これは以前、アターシャが見たオーラ、合わせ鏡の中に見たね、ブルーの中の赤が混じったブルーのオーラが、ピエールだったってことが、だんだん現実化してきてしまった。アンドレイとピエールは全く似てないけど、 ピエールはすごいアンドレのこと好きだった。まあ友情があったんですけ2人なんでね。それに気づいたわけですね。えー、まあピエールがアンドレと友情を結んでなかったら、こんなにナターシャもアンドレのことペラペラ喋んなかったんだと思うんですけども、たくさん話したのはね、友人だったからですね。一番下しい。で、今、ようやくね、ピエールの良さが、えー、ナターシャに分かってきたんですね。ということです。えー、 今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。